ポークステーキをもっと美味しく、上手な焼き方をご紹介。お肉は約30分くらい前に冷蔵庫から取り出して室温に戻します。お肉の赤身と脂身の間の筋を切ります。お肉に軽く包丁を当てて、両面に格子状の切れ目を入れます。焼く直前に塩コショウを振ります。フライパンを強火で十分に熱してから油を入れ、お肉を焼きます。すぐに弱めの中火にし、2分から3分焼き、焼き色がついたら裏返します。さらに5分から6分焼きます。お肉を取り出し、アルミホイルで全体を包み、余熱で3分から4分火を通して出来上がり。ポークステーキをもっと美味しく、モランボンステーキソースをかけてお召し上がりください。